ズラータ・オーフニエビチ、本名、インナ・レオニージューナ・ボルジュフは、ウクライナの歌手である。ロシア・ムルマンスクに生まれ、ウクライナ・クリミア半島のスダークにて幼少期を過ごし、キエフの音楽学校、勢のジャズ学部を卒業する。その後、ウクライナ軍歌部団のソロイストとして活動する。2009年、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2010のウクライナ、 代表選考に挑むが優勝をつかむことはできず、翌年にも代表選考に挑戦したものの2位に終わる。2010年には、ビーツプスクスラブヤンスキーバザールに参加、2011年にクリミアミュージックフェストで優勝する。2012年12月23日、ユーロビジョンソングコンテスト2013のウクライナ代表選考にて、グラビティを歌って優勝を果たし、 2013年5月にスウェーデンの丸目で開催される同大会のウクライナ代表となることが決まった。ありがとうございます。